子供の頃の記憶とはかなり曖昧なものだ。でも確かに僕はここにいた。そして彼女、もう15年にもなるのか。ん？早く早く、ちょっと待ってよ。そう、あの日もこんな雨の日だった。
あら、驚かせてごめんなさい。お父さんかお母さんいらっしゃるかしら。引っ越しのご挨拶に来たのだけど。いえ、誰もいません。そうなの。それじゃあまた改めてお伺いするわね。坊や、何年生？坊や？3年生です。まあそうなの。よかったわ、うちの子も3年生なの。同じクラスになったら仲良くしてあげてね。あ、はい。あ、さとこ、こっちにいらっしゃい。ご挨拶しなさい。さとこ、早く。僕いいです。また今度来てください。あ、坊やどうしたの。まったくあんたって子はグズグズしてるからだよ。本当にどうしようもない子だね。ほら、とっとと入るんだよ。転校生の木崎さと子さんです。学期の途中ですが、今日からみんなのクラスメートになります。いいか、仲良くしてあげるんだぞ。分かったか。返事が小さいぞ。はい。じゃあ木崎さん、そこの空いてる席に座って。ほら静かにしろ。じゃあ今日も一日元気よく頑張るぞ。いいな。ああ、それから先週言ったことを忘れてない。